どうも、中村です。よろしくお願いします。ということで、本日も、インのスタグラムの方で募集しました。皆様のお悩みはですね、えー、僕がですね、人生で何者してけたことがない、僕がですね、えー、皆様のお悩みをパッパッパンと答えてきますので、よろしくお願いします。えー、なんと、この YouTube チャンネル登録者数9万人いきました。おめでとうございます。おめでとうございます。9万人ありがとうございます。9万人です。<笑><笑> 登録者数9万人ですよ。本当にありがとうございます。本当にね。もう高が9万人された、サルド9万人、本当に9万人、ありがとうございます。9万人、本当ありがとうございます。もう去年はずっとね、この YouTube チャンネルでずっと1.27万人でずっと止まってくるんですよ。もう、ビタッともう。 って止まってたんですけどね、1.27で。本当ありがとうございます。ほんと皆さんのおかげでね、本当にね。なんかやっぱ1.27万人で止まってるときはね、なんかあの、ま、あなんかちょっとね、心ないコメントとかも来ましたよ。なんかあのね、あの、なんかあの、就職したら、みたいなね。もうこんなのやめて就職したら、みたいなね、コメント来ましたけどね。そいつ見てるか本日もよろしくお願いします。 いつも女の子から近寄ってくるのに、女の子にモテ遊ばれたり、連絡ミスされて、彼女ができません。なるほどね。補欠のセフレだね。孤独死バイバイ友達の体臭が死ぬほど臭いです。優しく傷つけないで教えてあげる方法はありますかガラ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 。ミキおはよう。月曜日だるいね。マ、ま、ジ月曜日だるいわ。てかさ、私臭くない大丈夫え、臭いでしょちょっと臭いでしょいやさ、あの土日さ、風呂めんどくさくてさ、土日風呂入ってないのよ。もうめんどくさくてさ、ちょっとにょンテニョンテって。 ね、臭いっしょ、臭いっしょえ、ちょっとさ、ミキも匂わせてよ。いいじゃん、ミキを匂わせて、ちょっと、湧き上げて、湧き上げて。 ミキも私と一緒で豚声の匂いするね。友達が変な男の人に埋まってて、でも本人に後悔して欲しくなく、肯定し続けて客観的な意見が言えませんということでね、もう結局ね、こう、人の人生なんでね、やっぱり、ね、その人も多分肯定してほしいんですよ。なんかその意見とかいらないです肯定してほしいだけなんでね、もう肯定していいんじゃないの人の人生なんてもう関係ないんでね。もう僕だったらねそ、もうそんななんか言われたらね、肯定して肯定して肯定して、その後になんかその人がね、結局ね、ダメだったーってなった時に、僕はこう言いたい。ほらー。悲しい時の乗り越え方を教えてください。悲しい時はね、もう好きなものいっぱい食べても好きなだけいっぱい。 パイねなっていうライスペーパーぐらい薄いことしか言えない人の意見は聞かなくていいです。脇が 手術やね。小学生の頃は男子とケリ合いしてたのに、大学生になった途端、男性と話すの緊張しちゃうし、処女だし、毛糸のパンツだし。一人なので、昔から紫式部朝青流と言われます。それを言ったやつに言い返す方法ありますかねあ、一人でいいです。別に一人でいいです。は紫式部朝青流は別にいいです。誇らしいです。有名人です。二人とも。じゃあ、あなた二人ですよね。じゃあ二人の有名人パッと浮かびますかね。これより勝てる。二人の有名人パッと浮かびますかはい、行きます。三、二、一。はい、浮かびませんでした。二人の有名人なんてね、あの、遊ぼよメールちゃんとファービーだけです。僕の勝ちです。好きだった女 友達に諦めてと言われれましたどうす運号がでかすぎて1回で運こが流れませんどうしたらいいですかこれ分かりますマジで僕もためにでっかいやつ,つ出ますもん本当に「え僕から本当に出た」みたいな「えこれカバから出たんじゃないの?」みたいなそのカバグソが出るとき当あるんですよなんかねてか便器からねこうはみ出るときあるんですよこ,れこれマジで嘘じゃなくてこれ便器はみ出ても本当んもう大変もう1回流れないんですよねこうか水道代が無駄なんですよね1回流れないからねでもね最近覚えましたあの水道代が無駄になるんでもう最近覚えましたあのこう やってる時にこれあ今日でかそうだな。これもしかしたらカバグソ出る日だなっていう時はね。この半分で切る。こう出てこう。ーとやってる時にこう半分に切るっていうね。技を覚えましたね。その技の名前は僕あのファイナルプロカットって呼んでます。友達がビールは味わうものじゃない。喉越しだって言ってました。本当ですか？そんな奴はノーテ天をジョッキでいっちゃってよし、クラブ行く女子ってやっぱ印象悪いんですかね？<laughs> はい。 笑う時にバナに豚なってしまいまいすブヒブヒブヒとじゃあそのままスペアリブにするねガストで働いてます仲間のおすすめの甘バワメニューを教えてください作るの極めるネギトロ丼ンガストハンバーガー 彼氏の口と口の溝の間にいつも唾液が溜まっているのですが言えません何と言えばいいですか飛沫したがってるよ特に興味のない年上男性とデートしたら滝に連れて行かれましたその人をスポーツ枯りでごつめの数図つけてませんでした禁欲をしようと思うんですけどどうしたらいいですか皆さん行きますよいつも行きますよせーの「禁欲なんてする必要ないそんな僕は今日ダブルヘッダー」チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします